痛くない。結構無茶したわね。だって私ママの娘だから。ねえパパ、今日も帰ってこないの？せっかく里に戻ったんだから、うちでのんびりすればいいのに。あの人はこれでいいのよ。パパは7代目に協力してずっと重要な仕事をしてるの。しどり、すっげー。まあその術教えてくれよ。この術はシャリンガンの洞察力があって初めて成立する。お前のチャクラは雷の性質が濃い。雷刀を構成する陰の精度を上げていけ。頑張ればその千鳥みたいな術が使えるってことを言いたいわけでござんすね。人の言葉に耳を貸さず、手段を問わずに力を求め、一人で世界を変えようとした男がいた。そいつどうしたんだってばさ。痛い目を見たさ。だが最後は友が助けてくれた。つまり友達は大事ってことだろ。俺の周りみんないいやつ。